のび太くんは流されちゃったけど、ドラえもん、高いところにいたドラえもんが助かったでしょ。なので皆さん高いところに逃げてくださいねってことです。先日、鳥取大学附属小学校で行われた防災体験イベント。防災を楽しく学んでもらおうと保護者が企画したもので、全校児童と保護者およそ240人が参加しました。イベントでは、大雨で町が浸水した際、避難のタイミングを考える VR 体験や、段ボールで組み立てたベッドを使い避難所での生活を体験するコーナーなど、6つのブースが設けられました。その中で講師を務めるのは、鳥取大学で防災について学んでいる学生など。波が陸に伝わってくると、その強い力で何でも流してしまう、これが津波になります。児童は災害時の避難所で生活用品が足りないときは、身近なものが代わりになることを学んでいました。こちらのブースで作られているのは、万が一の時に役立つ防災グッズ。新聞紙を折っていくとスリッパに変身しました。中にビニール袋を入れると使うことができるコップにもなります。こういう新聞紙でも作れるんだっていうのを体験してもらって、自分の命だったりとか、周りの命を守っていける風につながるのかなと思って、こういうイベントがあることはすごくいいなと思います。また中には津波について学習するブースも。津波っていうのは波長が数キロメートルから数百キロメートルあるんで、何が言いたいかって言うと、こんなぐらいの長さの波なんで水の塊が押し寄せる。なので児童は津波の恐ろしさなどの説明を受け、津波が発生した際は高い場所に逃げることを学びました。何もないと困れてしまうんですね。伸びたけど真ん中で危ないってことが分かった。津波が来たら高いところに避難する。災害の時はちゃんと避難をするようにね、したいですね。イベントの最後には、お湯を入れるだけで食べられる防災非常食、アルファ米を試食。万が一に備えて防災意識を高めていました。柔らかくて美味しかった。わかめの味が。結構楽しいとか笑顔が結構あったので、楽しみながら防災を知って、そこを入り口にしていろんなことを学んでいただくっていうのができたので、狙いとしては良かったのかなと思います。実際に見て触れて体験して学ぶ防災イベント、鳥取大学附属小学校では、今後も地域とともに防災について学ぶ機会を増やしたいとしています。